ミセスは文化出版局が発売していた日本の婦人向きファッションハイライフハイカルチャー雑誌である。1961年9月創刊。2021年3月5日発売の4月号を持って休刊した。今井大沢が局長を務める文化服装学院出版局が1961年9月に創刊した婦人雑誌である。 戦前の4オ夫人雑誌とされた、主婦の友、婦人公論、婦人画報、婦人クラブ、戦後の4オ夫人雑誌として、第二次世界大戦後に創刊された、主婦と生活、婦人生活に比して、鎌倉書房のマダム・グラフ社のマイライフほどではないが、15年近く後発であった。同年同月に発売された創刊号である第1号は、10月号とされ、 創刊当時は創演の増刊号として創演編集と副題されていた。当初の同志の対象読者は独身者を含めた30代女性で同志の登場は20代を対象としていたファッション誌であった創演にして30代においてはライフスタイルが変容することに対応したものである。創刊号の表紙モデルは当時マン27歳の女優。 池内淳子であったが、池内は1958年に離婚していた。総関号からしばらくは、家庭衛生と名打ち、奈良林幸による、セックス記事の掲載があったが、両再建母世代の読者からの反発を受け数号で、姿を消す。その後は、芸能、セックス、皇室記事を取り扱わず、他史とは一線を画した、朝のレモンのように爽やかな雑誌として、 ファッション中心の紙面構成となってゆく。創刊から3号までのアートディレクターは江島つであったが、4号から8号まではアメリカ・フランス両国、防具のアートディレクターを務めたリチャード・ラトリッチが携わっている。表紙の写真から本紙のレイアウトまでガラッとイメージが変化、刺激的な紙面となった。ただし、アメリカのセンスとまだ戦後を引きずっていた。 日本の生活レベルの差は大きく、編集部との間にはトラブルも多々発生し、ラトリッチは1年でハイファッション編集部に移る。19631月号から雑誌タイトル時のミセスの文字がグラフィックデザイナーの河野隆による書体のものとなる。1964年には、副題から創園編集の文字を取り払い、奥様の雑誌とした。 1970年代には発行部数が60万部を超える雑誌に成長。販売収入を広告収入が上回った日本で初めての雑誌とされ、紙面の4分の1を占めた広告収入が月4億と言われた。製本などでもそれまでの女性誌になかった新規軸を採用した。1966年6月には、 期間、ミセスの子供服が創刊されたが1981年に休刊。1970年7月に発売された8月号からは、版元の名称が文化服装学院出版局から文化出版局に変更されている。1978年4月には期間、ミセスのスタイルブックが創刊された。1982年5月には、 高年齢層に向けた期間、ハイミセスが相関、1986年5月に発行された第15号から各月間となる。1996年1月に発行された第78号を、最後に氏名を未満と変更、月間化の後2003年5月に141号を持って休館した。1989年6月24日、 創刊者の今井大佐が死去。2010年2月27日には、1960年創刊のハイファッションが4月号をもって休刊。2020年11月20日に雑誌発行の方向性を検討した結果、2021年3月5日、発売の4月号をもって休刊することが発表された。休刊の理由としては、 紙面のデジタル化に乗り遅れたことや、発行元が学校法人のため通販やイベントとの連携が難しかったこと、コロナ禍で広告収益率が落ち、留学生が来日できず本体の学校経営が見直される状況になっていたことなどが挙げられている。最終号の表紙は木村吉の期間、ミセスのスタイルブックは引き続き発行を継続する。同士のターゲットは、 40から50代の既婚女性がメインだった。この世代向けの雑誌の中でも、モード界の最新、高級トレンド情報に強いのが特徴だった。ありがとうございます。